じゃ。こんにちは、豊さん。はい。いよいよ侍ジャパン始動しまして、はい、ね、試合が行われました。強化試合ということで2試合行われました。仙台で2試合ね。そうですね、まず楽天 とジャイアンツと、はい、まずそれを見ての、まあ、感想と課題かな。はい。ではまず、まあ、いいこともたくさんあったんだけど、うん、まあ、1戦目から振り返るとさ、はい、まあ、楽天との試合、まあ、結果から言うと5対3で、まあ、楽天に敗れたという、うん、ことなんだけどもね、はい、初回から振り返るけど、はい、まあ、3点取った時に、はい、まあ、早川がやっぱ硬かったよね、はい、あ、楽天の先発が早川投手で、浅村右方向のタイムリーが入ってるんだけど、はい、国際試合になるとさ初めて当たるピッチャーがすごく多くて、はい、まあ、すごく多くてっていうかほとんどだよね。はい、その時にやっぱ右方向っていうのがすごく有効的になってくるのね。これはなぜかというと、はい、ボールを引きつけて反対方向に打つっていう、まあ、三振も少なくなるし、うん、だからそういう意味ではその浅村が非常にいい右方向のタイムリーを打ってくれたなと思って、はい、まあ、押し出しのフォアボールと犠牲フライがあって、うん、まあ、3点を取るんだよね。うん、で4回、はい、まあ、山本から森下に変わったんだけど、はい、まあ、ワイルドピッチ冒頭になって、はい、ランナーセカンドからサードに行って犠牲フライを打たれるという、うん、まあ、ワイルドピッチだよね、はい、まあ、これがすごくもったいなかったというシーンなんだけど、はい、で5回近藤の守備、はい、まあ、センターでスタートをしたんだけどさ、はい、一瞬前に来るんだよね、うん、打球に対して、はい、それから下がってっていうことなんで、まあ、レギュラーシーズンでも DH に入ることも多くて守備はだいたいレフトなんだよね、はい、センターってまた打球の伸び方だとかちょっと違うから、はい、やっぱすごく近藤の守備っていうのは不安に思ったね。これはそれはセンターを守るに関してってことですね。そうそう、柳田が使えるか使えないかの時に近藤をやっぱ試して入れたんだろうけども、はい、やっぱちょっと不安が残る。これをもとに、まあ、5回こう冒頭で失点をするんだよ、うん、ランナーセカンドからまたワイルドピッチ、はい、同じようにパート2で、はい、それでそれは青柳投手ですね。そうそう、はい、それで、まあ、失点をするのが一塁ゴロでね、うん、はい、うん、内野ゴロには打ち取ってんだけど勝ってるということでちょっと内野が下がってて、うん、まあ、失点をする、はい、まあ、その同じ5回そのランナーを青柳と坂本がピックオフで牽制してるんだよね、はい、こういうことはやっぱチームにとってものすごく必要なこと、タイミングを測るとかね、うん、はい、だからそういう意味では坂本が中心に、まあ、それを多分やったと思うんだけども、そういう連携っていうのはすごく大切、うん、うん、だから非常にいいシーンだったなと思ってね、はい、で強化試合だし練習試合だし、はい、だからこういうことをどんどん試してほしかったなと思うところでやってくれたからね、はい、うん、で同じ5回、はい、まあ、攻撃だよね。まあ、山田がノーアウトから出てボールカウントが2ボール1ストライクから、うん、まあ、坂本の時に走るんだよね、はい、まあ、成功はするんだけど、はい、追い込まれてたんだよ、はい、ボール2、1ストライクでね、うん、投じた走ったから坂本見逃したんだけど、うん、それがストライクになってツーエンド2でインサイドからのカーブで三振をしたんだけど、はい、まあ、なんとかやっぱ右打ちをしてほしかったよね、うん、やっぱこういうことっていうのはすごく国際試合ってすごく大事になってくるからね、うん、1点をどう取るかということが、はい、まあ、山田もできれば早いカウントの時に走ってほしかったなっていうことが、うんうん、はい、それは走るタイミングは何かやっぱね、つかめなかったんだと思う、ね、ああ、なるほど、うん、だからピッチャーとの駆け引きでね走ろうと思っていても、そう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 、はい、で何球か見たら大体タイミングが分かったりだとか、うん、でも国際試合ってやっぱ初めて見るピッチャーだし、うん、ただ国際試合でねやっぱ足が使えるっていうのはそんなにクイックが上手いピッチャーいないし、国際試合だったらもっと早いカウントで走れるかなっていうふうに思うしね、うん、でもノーアウトランナーセカンドから坂本が追い込まれてたけど、まあ、坂本クラスだったらなんとかね右に打ってワンアウトサードを作ってほしかったなっていうシーンだったね。なるほど、うん、はい、で8回、はい、まあ、千賀がね1回登板して、はい、めちゃめちゃに打たれて、うん、でそれからファームに落ちて調整をし、はい、うん、まあ、満を持して7回から上がったんだけど、7回は良かったんだけどさ8回に捕まる、うん、で2回を投げて42球投じてるんだよ。球数多いし多いですね。ね、で4安打、はい、2四球、まあ、8回に2失点をしてしまうんだけども、はい、
錦織が絡むんだよね、ここに。うん、だから制球がやっぱり乱れるという、うん、2失点して負けてしまうんだけどさ、はい、この1戦目を見てるとね、パ・リーグの所属してるピッチャーは梅野、はい、でセ・リーグに所属してるピッチャーは甲斐、うん、ちょっと、うん、だからこれもね、はい、やっぱ練習試合だから、はい、普段知らないピッチャーを受けてコンビネーションを測ってくれという、うんうん、そういうことが含まれてるんだよね。なるほど、うん、で俺らもさ、アテネの予選の時に壮行試合っていうのをやって、はい、負けちゃったんだよね。もうなんかどんより暗くなっちゃってさ、ま、絶対負けないって思われてるわけだ。もちろん選抜のメンバーですし、うん、っていうことですよね。でも長嶋さんがその時言ったことがさ、いいか、本ちゃんで勝ちゃいいんだからってまあそうですね、うん、だからもう練習試合なんだから、もうそういうのはほっとけというようなことで、まあだからまあ負けたとはいえね、でも楽天は本当にあの手を抜かずね、力を貸してくれたっていうことはすごくありがたいと思わない、うんうん、はい、でね、ちょっと余談なんだけど、はい、山崎が9回にマウンドに登ったんだよ、はい、その時に感じたのは全くボールが動かない、全部まっすぐに見える、球速だけは違うんだけど、はい、だどうしちゃったんだろうって、シンカーってもうちょっと落ちるボールじゃないのって思ったんだけど、はい、ちょっと不安が残る、うん、投球だったなと思って。原因は何ですかね、そういう一番の、まあ、原因はね、おそらくね、国際球だと思うんだけど、うん、やっぱちょっとボールが違うんだよね。自分でもこうなんか違和感を感じてるのかな、うん、だからあのジャパン先発が山本だったんだけど、はい、山本もちょっと若干まっすぐとかかかりだとかそういうことはそんなに感じなかったので、変化球がちょっとっていうような話をしてるんだね、やっぱりインタビューで、はい、だから山崎見てると全くボールが動いてないから大丈夫かなっていうふうにちょっと心配になったからちょっと書いたけどね、はい、はい、まあこれが第一戦の印象でした、はい、で第2戦続いて2戦目が、はいはい、相手はジャイアンツ、はい、で投げてるピッチャーが直江、はい、平内、うん、まあこういった若手を、はい、まあ、先発2番手に持ってきたんだけど、はい、まあ、初見ということから考えるとさ、やっぱ知らないピッチャーをどう打つか、うんうん、まあそれが一つのテーマだったんだけど、はい、やっぱちょっと力が落ちるよね、うん、その2人っていうのは。だからまあ5対0で勝った。でもその中ですごくいいことがたくさんあった、うん、まあ、初回に1点取るんだけど、まあ、山田が先頭バッターで出て、はい、源田がセーフティーバントをするんだよね、うん、で相手は打ってくるのかバントしてくるのかわからない、その中でセーフティーバントを源田が選択をし、ピッチャーの暴投を誘いノーアウト1・3塁を作れたという、うん、で吉田がゲッツーだったんだけど、まずは先取点を取れたという、うん、やっぱ国際試合になると先取点というのはすごく大きいからね、うん、だからまあそういう点の取り方ができたということ、はい、で2回にまあ、ちょっと心配されてた柳田、うん、今日先発でセンターで出たんだけど、はい、状態どうかなと思ったんだけどフルスイングできたんだよね、はい、空振りだったんだけど、はい、フルスイングができた。でゴロを打ってファーストに走る姿、はい、やっぱ脇腹ってさ腕振るのも痛いぐらいなんだよね本当は。でもその走ってる姿も全然悪くなかったから、うん、まあ、柳田はおそらく大丈夫じゃないかなっていうような、まあ、3打席で変わるんだけどさ、でもタイムリーも打ってるし、だからまあ柳田がいるといないんじゃ全然変わる、はい、だからまあ出れたということはすごく良かったなっていう、もうこれは打撃も守備もっていうことですね。そうだね、はい、あの稲葉監督が柳田に聞いたらしいよ、はい、守備だけにしとくかって。あ、やっぱスイングっていうのはさ、うん、脇腹に効くからね、はい、でも出てくれたっていうことは、うん、まあそれだけで状態は良くなってるということだよね、うんうん、あとは試合感だよね、うんうん、はい、はい、で3回、まあ、点にはならないんだけどさ、源田が初球にリレードスチールを決めるという、この1戦目でさ山田がちょっとスタートのタイミングがね、うん、カウント的にはちょっと遅いんじゃないかっていうふうに言ったの、うん、これもう源田は初球で走ってくれたということ、はい、だからこういう足技を使えるっていうのは源田大きいなと思って、うん、で4回、はい、源田菊池のダブルプレー、これはね、まあバッターランナーは岡本だったんだけど、はい、これは綺麗だわ、これは見事だわ、やっぱうまい同士が組むとものすごくプレーが綺麗だな。まあそういうことで、なんか守備っていうセンターラインという意味では、はい、まあ、坂本が入っても同じようなプレーはおそらくしてくれたと思うけど、うん、だけどこれは綺麗だったね、うん、で5回、はい、
三塁打打たれるんだよ。結局三塁打にはなるんだけど、はい、あの右中間を抜かれて鈴木誠也、菊池、村上って渡るんだけど、うん、この連携プレーも見事だったわ。セーフにはなったけど、はい、すごくこう無駄がなく、うん、もう際どい、完全に三塁打かなと思ったら際どいタイミングなんで持ってくれてるから、まあ仕上がり状況はすごくいいなっていうことね。で6回ワンアウト1・3塁セーフティースクイズ、この3点に点、はい、あのつながっていくんだけども、はい、まあ、この時に柳田もタイムリー打ってるし、柳田のタイムリーで1・3塁かなになったのかな、うん、で菊池がセーフティースクイズを決めるという、はい、だから細かい野球が今日はすごく見れたよ、その6回、はい、でこのセーフティースクイズを決めた後にピルダッシュオイスで満塁になったんだ、はい、で梅野が引っ張ってダブルプレーをして食らってんだよね、うん、ここはやっぱもう1点もう1点っていうことを考えると、梅野なんか右打ちがうまいわけだから、はい、やっぱなんとか右打ちをしていくとか、ダブルプレーだけは避けるとか、うん、そうやってもう1点を取るっていうことを少し考えてほしかったな。なるほど、うん、ただまだ調整の段階だからさ、本、うん、はい、ちゃんになったらそういうことを考えてくれたらいい。で7回源田の送りバントで1点をまた取ったという、4回目の登場ですね、源田選手は。源田大活躍、はい、ね、で、うん、今日は大勝したという、はい、ことで、ちょっとねこれを見てても、うん、1戦目はこう青で書いてるのがちょっと課題で、そうだ、赤で書いてるのがこう良かったで、良かったところ、1戦目と2戦目ってもう、こう真逆な感じなんですけど、これを2試合をまとめての豊さんの感想と課題と。そうだ、まずね、はい、1戦目はねやっぱ硬い、ま、硬かったし、はい、やっぱね俺らもね壮行試合で負けた試合、松井一夫のエラーから始まったんだよ。もうほんと松井一夫らしくない、もうガチガチだったから、聞いたの、一夫どうしたって。俺守備走塁コーチだったから、はい、一夫大丈夫かって、うん、いや初めて足が地につかないっていうことを経験しました。ふわふわって感じなんですかね。そうそうそう、あ、それでお前足動かなかったのって言ったら、全く動けなかった。それは緊張、プレッシャー、いろんなものがってことですか。まあ、もう重なってんだろうね。で多分それがまあ初めての試合で、うん、こう力みっていうか、そうそうそう、出ちゃったんだけど、で松井一夫クラスでそのぐらい緊張するんだから、まあ1戦目はやっぱちょっと硬かったなっていう感じがするし、うん、でも2戦目になったらその硬さというよりも、うん、そのゲームに慣れてきてるというか、うん、そういうシチュエーションに慣れてきてる、その全日本の、はい、だから今日はすごくいいプレーが目立ったということ、うん、なるほど、はいはい、ただ点を取れたのは、うん、ジャイアンツの投手陣っていうのがちょっと落ちるかなっていう、うん、楽天が投げたピッチャーよりもね、なるほど、うん、だからまあ点は取れたけど、うん、じゃあちょっとメンバーをね、はい、どういうメンバーでスタートしたかということをちょっと見てみたいと思うけども、はい、1戦目は山田坂本で組まして、はい、まあクリーンナップはまあ大体変えないよね、うんうん、1・2戦ともね、はい、まあ、村上がちょっと当たってないということで8番に入れた、うん、で菊池を7番に上げた、はい、9番でスタートしたの、はい、でもこれを見てやっぱ流れ的にいいのはやっぱ細かいことができる源田と菊池が今日はポイントだったんだよね、うんうん、だすごくスムーズに点に絡んできているという、はい、まあ、こっちは送りバントだ、セーフティーバントだとか、うん、送りバントだとか、うん、盗塁を決めてくれてるとか、はい、で菊池はセーフティースクイズを決めたりだとか、はい、そういうことをしてくれてる、うん、で村上を下げることによってヒットが生まれたという、うん、だから非常にあの流れ的にはこの打順の方が打線の方がいいんだよね。でもじゃあ坂本をどうするかっていう、はい、そうですね、ね、だからここら辺がねすごくこの2戦を見た時に、坂本も1戦目の時に2本打ってるからね、うんうん、ヒットを。じゃあ村上が悪かったら源田をサードにして坂本をショートにするのか、はい、だからいろいろ何通りもあるけども、うん、その中でやっぱちょっと不安に思うことがあったんだよね、はい、これはまずね、はい、不安に思うことといいことと、はい、まずね鈴木誠也、うん、この横のアイコンが表しているのがちょっとね大丈夫っていう不安な感じですか、うん、ちょっと不安なのは、はい、ちょっとね三振の仕方が良くないということ、この2試合で、うん、はい、でねちょっとねこれを見てほしいんだけど、はい、まずね
ここら辺のボールは打ててんのよ、はい、ここら辺のボールはインサイドよりも、うん、はいはい、ただね外国人ってあんまりインサイドであんまり投げないんだよね、うんうんうん、で外中心で来るんだよ。今日でも見逃し三振してんのがここだとか、うん、変化球がここだとか、うん、これ空振りとか、はい、三振はね外で全部やられてるの、うん、でね外がね全然見えてないような状態なの。ポイントは外広めって書いてるのは、はい、国際審判になるとさ、はい、アンパイアンっていうのはちょっと若干広めになってくるよ。そうなってくると、はい、ここを見逃してたら、うん、ここに来たら完全にボールで見逃すよね、はい、だけどストライクなんだ、取られてしまうと、うん、はい、だから鈴木誠也にこれからやってほしいことは、はい、ベースにもうちょっと近づいて、うん、これ高橋由伸がやったんだけど、はい、アテネの時に、はいはい、外が広いからもうベースいっぱいぐらいに ついてやっぱ外のボール気味でも打ちに行ってたんだよね練習の時から。なるほど。だからそういう練習をしてほしい。もうちょっと外に目付けをした方がいい。でもそれがねすごく4番を任せるんだったらそこが不安だった、うん、だからポイントは外広め、はい、まあ、各バッターに言えることなんだけども、はい、だけど鈴木誠也がここを見逃してたから、うん、だからもうちょっと広くなるのになと思いながらちょっと見てた。だからそこをやっぱ4番としてやっぱ務めていかなきゃいけないんだったら、はい、やっぱ外をねもう少し意識してほしい、うん、打席の中で。で柳田悠岐、はい、やっぱいるのといないのじゃ全く違う、はい、だからもう怪我しないでくれとね、本ちゃんまで頑張れと、はい、ね、本ちゃん終わるまで頑張ってくれと、持ちこたえろという感じですね。もう必死になってやってくれと、はい、いうことだよね、はい、それと村上、はい、3つ目は村上、うん、これはなぜかというとちょっと力んでるわ。ちょっとあれですかね、ジャパンっていうこともあって、まあそれで最年少っていうこともあるし、はい、いろんなことに気を使い、いろんなことを打たなきゃいけないとか、そういうことをなんか重荷を背負ってるような感じがするから、うんうん、一番若いんだからもっと伸び伸びやってくれればいいかなっていう、肩の力を抜いて、そうそうそう、楽に、はい、うん、だから村上らしくないスイングがもう少し伸び伸びやってほしいなっていうで、やっぱり村上の力って大きいしさ、はい、ね、だから頑張ってほしいなと思う、うん、で、浅村、唯一のここ、ニコニコマーク、浅村はいい。浅村がやっぱこの、まあ、吉田ももちろんいいんだけどさ、はい、やっぱ勝負どころの浅村っていうのは一番頼りにできる、うん、ということは、はい、やっぱみんなも浅村の前に出るということ、うん、これを意識してくれたら浅村が絶対返してくれる。そのぐらいのポテンシャル、また状態を保ってくれてるから、うんうん、やっぱ打線の中では浅村がポイントになってくるよ。で最後に国際球、はい、少し先ほど言ったけど ね、はい、やっぱりね、まあ、千賀のフォークとかは落ちてたんだけども、はい、だけどそのちょっとしたカットボールだとかシンカーだとかツーシームだとかあんまり動いてないような気がするんだよね。うん、うん、だから早くボールに慣れてほしいなっていうのを思う、うん、これはこうやっぱりやればやるほど慣れていく、まあ、慣れてくるよね、うん、慣れてくるけど、あとね特徴的なのが飛ばない。ピッチャーだけじゃないんですね、バッターも飛ばない、影響が出るのは、うん、だからホームランがないでしょ2戦で、うん、そうですね、うん、一本もないんだよ両チームとも、はい、ということはやっぱ国際球を飛ばないということを考えて、だからホームラン待ちだとかそういうことよりも横浜スタジアムっていうのは小さい球場だけど、はい、ホームランが出やすい球場だけどもあんまりホームランを考えない、はい、やっぱり細かい野球、まあ源田がやった菊池がやったバントだとかセーフティーバント、はい、セーフティースクイズだとか、まあ、あとは盗塁だよね、うん、そういうことをやっぱこのボールに関してはやっぱ考えておくべきだね、うん、まあ、いつも以上にそういうことが有効になるということですよね。いうことになるよね、はい、だから日本のボールが飛びすぎるのかもわかんないけども、はい、やっぱボールが変わったら野球も変わるっていうことを十分に考えておかないとちょっと苦労するかもよ、点を取るのにね。これは日本以外の国でも結構そういった差はあるんですかね。あるあるあるけど、うん、やっぱ外国人ってパワーが半端ないから、はい、外国人は打ってくるかもわかんないよ。なるほど。ただパワーヒッターいるよ日本でも、うん、だけどやっぱこう2戦やって出てないっていうことはやっぱそれなりに細かく点を取っていくっていうことをやっぱ考えないといけないということだよね。なる
あとピッチャーは変化球を投げるときに本当に気をつけないと、うん、今まで通り投げてると変化はしないあんまり、うん、だからちょっと気をつけた方がいいよね。まあ2戦を振り返って、はい、まあ、そういうことを感じたんだけども、はい、なんていうの、いろんなことをね、稲葉監督が試し、うん、いろいろ細かいことも試し、はい、まあ、盗塁も試し、いろんなピッチャーの使い方もし、はい、まあ、伊藤なんかはさ、日本ハムで先発しかしてなかったんだけど、うん、買いまたぎでどんなピッチングをするかっていうことも見てたし、だからいろんな試しはできたと思うんだよね、うん、ただもう時間がないけども、はい、やっぱり一番やってほしいことはバッテリーのコミュニケーション、ピッチャーキャッチャーの、はい、やっぱ性格も出るからさ、ピンチの時にはこういう性格がだったり、はい、調子がいい時はこういう性格が出たりだとかさ、だからワイルドピッチっていうのは1戦目にやったじゃない。でも青柳の球筋っていうのを知ってる梅野は多分取れてるよ、うん、だけど甲斐は後ろに反らしたという、これはやっぱ慣れの問題なんだよね、うん、だからバッテリーで深くコミュニケーションを取り、はい、準備をしてほしいなと思います、うん、はい、まあ、これこういうのも少しずつ実践を重ねると感も良くなり、まあ、そうだね。だから1戦目と2戦目のやっぱこう動きだとか、うん、はい、チームの雰囲気だとか、うん、もう全然違ったもん、うんうん、だからやればやるだけやっぱチームになってくるよね。でも万全で入れないっていうことがいいと思う。やっぱ不安を持って入る、勝負事っていやもう絶対大丈夫だって入るよりも、うん、不安を持って入った方が用心するしいい結果につながると思ってる。なるほど、うん、その本番っていうかもうその大会でこう成長していくではないですけど、そうそうそう、もうチームになっていくというね、はい、だから1戦目負けてよかったんだよ多分この今回の強化試合は。そうそして1戦目と2戦目のこう内容の違いっていうのもすごい膨らみがあるので、うん、ちょっとこれから期待したいというところですよね。まあ、それと調子のいい人間、調子の悪い人間、はい、調子が上がってこない人間、はい、そういうのも分かっただろうし、うんうん、だからいい準備ができたというふうに俺は思ってます、うん、はい、はい、期待してます、はい。